こんにちは。今回のテーマは、遺言書作成のための税理士と弁護士等のスムーズな連携方法です。税理士法人チェスター東京本店代表、税理士の河合敦氏です。CST 法律事務所、弁護士の山田陽一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今回の目次です最初にはじめにまたその次に3つに分けております1つ目はエンディングノート等の活用2つ目は相続税対策の遺言書への反映及び遺言書作成の留意点最後に3つ目遺言書によらない遺産分割ですでははじめにについてお話をさせていただきます 遺言書作成のの重要性と税理士の役割です最近の動向というふうなことなんですけれども今回このテーマを挙げさせていただくにおいて遺言書の作成の重要性というふうなことがちまたで噂されるようになってきております。その背景としましまては まあここにありますとおり、遺言書作成のための法的な整備。一つ目は、実質証書遺言に関する法的整備というふうなことで、実質証書遺言の保管制度が始まりました。また、実質証書遺言の一部、パソコン作成というふうな制度も始まりました。さらには、昨今の少子高齢化の影響で、相続件数の増加というふうなこともあります。今後20年間にわたり。 毎年140万人から170万人近い相続が発生しますこれはすなわち日本においては7人相続が発生するとそのうち一人の方が相続税の申告書を出しておられますまた東京では4人に一人の方が相続税の申告書が出していただいている状況にあります、まあ、それだけ相続というふうなものが身近なところになってきていると でその中で、えー、お一人様の増加というふうなものが問題となっております、えー、65歳以上のお単身高齢者の方なんですけれども2050年あにおいて、えー、約1000万人を超える方がお一人様となっているというふうに言われておりますそのお一人様私別離別またはあの結婚されない方というふうなことをお一人様と言われているようです で、さらには、あ、その、お、二千五十年の一千万人というのは、今の一点五倍。っていうふうなことも言われています。次に、認知症の問題もあります。認知症、今現在では、あ、高齢者の七人に一人の方が認知症と。いうふうな形となっています。二千六十年においては、その、お、七人に一人が。四人に一人、もしくは三人に一人と。いうふうな問題となっております。さらには。 相続,相続の問題も起きております。特に財産が多くない方ほど相続の相続の問題が多いというふうに言われています。はい。ではこういった諸問題諸傾向におきまして山田先生どのように思っておられますでしょうか。 はい、えっと、まず法制度の整備なんですけどもまたあの後ほど説明させていただきますが、えっと、実質証書は遺、まあ、言は基本的には自分で簡単に作成できることから簡易な制度として簡易な遺言書の異言の作成制度として多く使われているんですけども、まあ、あの自分で作るという制度の性質上、えー、本,人が本人が作っても誰も発見してくれないあるいは形式に誤りがあるあるいはあの誰か 他の相続人が引渡したりですね、解散したりする危険があるということで、そういうそういう欠点を補うために実質証書遺言の保管制度などが作られました。また実質証書遺言は全部自分で実質しなければならないのですけれども、自分全部自分で書くのは大変であるというような欠点もあると言われておりました。そこのため実質証書遺言の目録については一部をパソコンなどで作成したり何か別のもので作ったものを まあ、パソコンが典型的なんだと思いますけれども流用できるというか利用できるというような制度が作られております。 であのそのほか、ねまあ、事件数としては確かにたくさん増えておりまして認知症の方が増えているということは、まあえーとえー、遺言を作るタイミングが非常に重要要するに認知症になってから遺言を作るのではその効力に争いが生じて、まあ、相続問題がかえって激しくなるということもありますのでその点もご留意されながら、えー、とご準備されるのがよろしいかと思います。 えー、その遺言書の方式なんですけれども今山田先生の方からお話がありました一つは公正証書遺言もう一つは自筆証書遺言その2つの遺言の方式があるかと思います。えー 公正証書遺言は全体の遺言の中で約4割、実質証書遺言は約6割を占めるというふうに言われております。じゃあ、なぜ遺言書を作らなきゃいけないのかっていうふうなことにつきまして、税理士の観点から見ますと、3番目、えー、生前相続対策っていうふうなことがあるかと思います。その生前相続対策、遺産分割対策、えー 相続税の納税資金対策、相続税の節税対策、その3つがあるかと思われます。この3つの対策に向けまして、生前贈与とか生命保険の活用、不動産の活用が有効と言われています。さらには、この3つに合わせて遺言書の活用というふうなことも重要かと思われます。 その遺言書の作成時における税理士の役割についてお話しさせていただきます遺言書作成する際において税理士では次の3つの観点を踏まえてクライアントの方に助言していただければなと思います1つは生前相続対策としての遺言書の作成2つ目はまた後ほど山田先生の方からお話ししていただきます遺言書の効力について 三つ目は遺言書による税額の試算これ相続税の試算ですね遺言書でどういうふうに遺産分割をするかによって相続税の税額が変わってくるかと思いますまさにこの点は税理士の役割かと思います、まあ、こういった税理士の観点からはこの三つがその遺言書作成時の役割かと思われますので、まあ この際にじゃあ税理士として、えー、弁護士の先生にどういったことについて助言をいただければいいのかもしくはどういった場合に税理士の先生に相談すればいいのかにつきまして、えー、山田先生の方からコメントお願いします。はい、えー、と税理士さんのところでですね、えー、とこういう目的であの遺言を作りたいこういう内容で作りたいということはあの確定していただくのがよろしいかと思います。 その上で,です、ね、弁護士から見て遺言書を作る際にはそのせっかく作った遺言が無効になったりです、ね、で遺言があるっていうことは、えっと、相続人間で遺産,遺産分割に関して紛争を防げるということを目的としているわけですから、えー、その遺言書の内容について争いが生じるというようなことは避けていただきたいと思います。このためです、ね、遺遺言言を作成するるににに際しては遺言が有効になるように そしてあの、その内容について争いが起きないようにという観点が重要になります。そうするとですね、まず、まあ、遺言の、えっ、ー、と、形式を、遺言は形式が厳しく定められていますので、形式を誤らない。これはあの、特に実質証書遺言の場合に形式を誤らないということがとても重要になります。次にですね、えー、と遺言をする際の遺言能力という言い方をするんですけども、判断能力が十分あるかどうか、えー、判断能力のある間に作っていただきたい。 えー、認知症が認知症になったり怪しくなってから作成するとこれがまた揉め事の種となりますであともう一つがですね、えー、と遺言の内容どういうこの遺言の言葉,言葉遣いが不十分でですねどういう意味なのかがわからないともちろん効力が発生させようがなくなりますけども。 えー、多義的に他の意味に取る余地があるということになりますと相続人間でこの遺言の意味は何なのかということで争いごとが生じますそう。そうなると最終的に決着をつけるのは裁判所になるのかということになりますのでそうするその場合には紛争,か紛争の回避という役割は果たせなかったということになります。えー、それからですね遺言に関してはもう一つあのよく気をつけていただきたいというかあの、えー、よく抜けあのた 視点として抜け落ちるんですけども将来のことですんで、えー、と遺言の効力が発生するのは将来自分が亡くなった時ということになりますのでその時に、えー、本当にそれで大丈夫なのか要するにですね 息子に財産を承継させるあるいは娘に承継させると書いておいたんですけれども自分が死亡死去したときにはもう息子が亡くなっていた娘が亡くなっていたというようにですね人が年齢順になくならないということは頭に止めておいていただきたいと思っておりますはいありがとうございますはい では、遺言書を作成していただいて、えー、実際に相続が発生した際における税理士の役割について、えー、お話しさせていただきます。 まず、遺言書を作成されていた場合において相続が発生しました。じゃあ、その遺言書がどこにあるのか、遺言書の所在、またその作成の確認をしていただく必要があるのかなと思っております。さらには、それが実質証書遺言であれば、兼任の必要性もあるかと思いますし、有効性の確認というふうなことも必要かと思われます。で、その これは実質証書遺言公正証書遺言に限らないんですけれどもその内容の確認ですよねまたその遺言書に基づく税額資産というふうなこともその遺言書を発生した際の税理士の役割かと思っております。まあ、その中で、 その遺言書の解釈によってもしくは遺言書によらない今日この後お話しさせていただきますが遺産分割協議によった方がいいんじゃないかっていうふうなこともこの税額の試算が一つの大きな判断材料になるかと思いますのでその辺り是非行っていただければなと思います。ではそののの遺遺言言書書相続が発生生した際の遺言書において、えー、弁護士の先生から もしくは弁護士の先生に依頼するにはどういうふうな場合にお願いをするのかその留意点について山田先生お願いしますえと相続発生後にですねあの遺,言遺言に関して弁護士のところにご相談に来るパターンってとても多いのがですね先ほど申し上げたことと裏腹ではあるんですけどもこの遺言の意味は何なのかこの遺言はこういうふうに解釈してよいのかというようなご相談というのは非常に多いです。 でですの,で、まあ、あの遺言の意味がわからない場合っていうのはあの法律的に申し上げますと、えー、遺言者の真意の探究という言い方をするんですけども遺言者の真意,に基づ真意に基づいて解釈するというのが裁判例となっています。 でですの,で遺,言者の遺言された方の真意がどこにあるのかということを探究するわけなんですけれどもそれに関してはやはりまあ常識的な解釈とそれからあの遺,言者のか遺言された方の周囲の状況あるいは何か残されていたメモ日頃の発言などを全て考慮することになるんですがここに争いが生じるとやはり先ほど申し上げたとおり裁判所にで解決するということになります。 ですので、まあ、あの遺言書が発見されてその辺あの中身について争いがある場合には当然弁護士のところにご依頼が来ることになります。あとそれから多いのがあと遺留文ですね。 えと遺留分、えー、と遺言がなされてるんですけども他の特定の相続人に財産がほとんど渡されていないあるいは全く渡されていないということで遺留分の問題が生じると、えー、多くの場合、まあ、遺留分が侵害された相続人の方がお怒りになられてですね、まあ、どちら側あの遺言書遺言書でもらう側であったりあるいは遺留分が侵害された方側であったりが弁護士のところにご相談にいらっしゃることになります。 あと、まあ、弁護士に対してという相談というよりももともと遺言というものの性質上あの亡くなられた時には遺言が見つからなかったら誰も発見できなかったらですねその効力どおりにあの、えー 財産を分けるここととができないことにないにりますので遺言を発見するというのは極めて重要なことですので先ほど河合先生からもお話もありましたけれどもよく探していただく公証役場で検索するあの先ほどの遺言自筆証書遺言書保管制度に基づいて法務局で検索するその,そのような手続きを取るほか自宅の金庫であったり どこかあの仏壇であったりですね、そういうものをあの置くことが多いところはよく探していただいて発見していただく必要があります。逆にあの、えっと、遺言があるのにですね、わからないまま遺産分割協議をしてですね、してしまった場合どうなるのかというとこれはあの遺言に基づ遺言についてわ、えー、からないままあの 三分割協議をしたということになりますので錯誤ということで基本的には無効ないし今の法制度でいうと取り消しというべきなんでしょうけれどもそういう形で協議が無効になってひっくり返ってしまいますので遺言は最初の段階でよく探していただく必要があるかと思いいますはい、ありがとうございます。 続きまして、エンディングノート等の活用というふうなことなんですけれども、月間税理の9月号は、相続税対策を踏まえたエンディングノート、遺言書の活用方法というふうなことを特集として、私も執筆者の一員として書かさせていただきました。 あの実は遺言書につきましてこれ昨年2023年の金融機関の統計なんですが40歳以上の男女において遺言書が必要というふうに考えておられる方は約4割を超えていますただ実際に遺言書をすでに作成済みもしくは作成中の方は6%の方しかおられないというふうな調査結果が出ています すなわち遺言書を書くのをどうしてもためらう方っていうのは多いのではなかろうかなというふうに考えられます。というふうに考えられます。じゃあそういった方々において、まあ、遺言書を書くのはちょっと抵抗がある。 でもエンディングノートもしくはライフノートっていうふうなものであればあまずは書きやすいんではなかろうかというふうなことで、まあ、今回も月刊税理の特集に組まさせていただいているのかなというふうに考えていますえじゃあそのエンディングノートとかライフノートとは何ぞやっていう風うなことについてお話をさせていただきますそのエンディングノートなんですけれどもまああのー ご自身が亡くなった時に病気なんかで意思疎通が行うことが困難になると、まあ、そういうふうなことに備えてご自身の財産状況とか家族への思いをエンディングノートに書くことによってまあ残された家族がさまざまな判断手段を円滑に行うことができると、まあ、そういった目的のためのノートです。えー 遺言書のようにエンディングノートがあるからといってその内容に縛られる相続人が縛られるといったことはないんですけれどもまあそれもやはり自分が亡くなる死ぬことが前提となるっていうようなこともあるので、えー、いやいやそうじゃなくてそのまだまだご自身い 生きてやりたいことはたくさんあるんだっていうふうな方においては今まで自分があ生きてきたその情報を整理してさらにこれからの人生、えー、まあ,あ例えばこれから先行きたいところ食べたいものっていうふうなものを並べてそれを考えて まあ可能ととなったものから潰していくとそういったことも含めたことを書きさらにはエンディングノートなんかの内容なんかも書いていただくっていうふうなもライフノートっていうふうなものがありますので、えー、まあ先生方においてはそのクライアントの皆さんに対してこういったエンディングノート等を書いていただくっていうふうなことで、まあ、それが遺言書の作成にもつながってくるのかなというふうに考えられます。 この遺言昇格においてエンディングノートからの把握なんですけどもエンディングノートの方には先ほど申し上げました財産なんかの状況とかさらには家族の状況ですね、えーまあ、あの実は内縁の妻がいたとか。 隠し子がいるとか。まあそういったことを書いておられるケースもあるとは聞いています。えー、ま、そういった家族の状況、もしくは生前贈与の状況。 お子さんの中でも特にちょっとこの子には、えー、他の兄弟には黙って生前贈与してきたよっていうふうなことなんかも書いていただければなと。でさらには免疫財産の恐れがあるものこれもぜひエンディングノートに書いていただいているのを 税理士の先生方が確認されれば、えー、その時点でも結構ですので、えー、将来において相続発生時において免疫財産とならないような対策を組んでいただければなと思いますまあ、こういったことをエンディングノート等から把握していただきまして えっと、ここから3つのパターンに分けてお話をさせていただきます。えー、オーナー社長とお不動産を複数所有されている方あさらには金融資産の所有者の方っていうふうなことで、えー、3つのパターンで、えー、お話をさせていただきます。最初のオーナー社長の方なんですけどもお、まあ、エンディングノート等からあまず財産等の洗い出しをしていただきまして、えー、まああのー。 事業承継オーナー社長ですので経営承継事業承継および財産承継というふうな2つの観点でのヒアリングをしていただければなと思います。でこれはあのまさに遺言書を書く前にこういったことをしていただければなと思っております。 でその社長個人の財産の把握っていうふうなものをしていただければなと思っていま,すまあそういったヒアリング財産状況等の把握をしていただいた上えで相続税対策の立案っていうふうなことなんですが一つ目事業承継としましては一つは事業承継税制の活用できるかできないか。 できないとした場合の M&A などの検討と事業を ご家族のの方に引き継ぐのかもしくは従業員の方に引き継ぐのかいやいや第三者に M&A によって引き継ぐのかっていうふうな検討が必要になってくるのかと思います。でさらには除外合意固定合意ちょっと聞き慣れない言葉なんですけれども除外合意とは生前贈与した株式等の価格が遺留分ですね遺留分を算出するための財産の価格から除外できるよ っていう風な制度があります。これ除外合意と言います。まあ、これを使うか使わないか。固定合意。同じく移流分を算定する際の株価評価額を増値時の価格に固定する。 増与時の価格っていうことは相続時の価格じゃなくて増与時の価格で株価の評価額を固定していいよっていうふうな制度もありますのでこういった制度を使えるか使えないかそういった検討も必要かなと思われます。 またあのオーナー社長におきましては2つ目としては死亡退職金の活用っていうふうなことがあるかと思います。えー、非課税枠500万円かける法定相続人の数っていうふうなのはぜひ活用していただければなと思っております。えー、なかなかオーナー社長の方がお亡くなりになった場合においてもその死亡退職金のその非課税枠っていうふうな活用が見受けられない状況にもあります。でまたあの自社株 公式の相続税評価額の圧縮これまた後ほどちょっと説明させていただきますけれどもその自家社 自社株式ですね非常上株式の評価額を圧縮するっていうふうなことも検討していただければなとさらにはその役員報酬額の見直しっていうふうなあの、まあ、この役員報酬額を見直すことによって、えー、死亡退職金の額自体があ変動させることができますのでまあこれは生前においてですね、あのー、その役員報酬額の見直しなんかも図っていただければなと思います。 でその自社 三つ目の自社、株式評価額の引き下げについて、ちょっと説明させていただきます。えー、っと、その自社株式評価額、非常上株式の評価を。どうやって下げるのかっていうふうなことにおいては、まあ、ここに大きく五つ挙げております。一つ目、会社規模区分の引き上げですね。会社規模が大きくなれば、あ、なるほど、その純資産価格の割合を下げることができます。まあ、そういった観点で。 会社規模を大きくさせていただければなというふうに思いますその関連なんですけれども類似業種批准価格の引き下げですね類似業種批准価格配当金額利益金額 純資産価格、この3つですね。3つをもとに算出することとなっています。この3つの価格についてどうすれば類似業種、批准価格を引き下げることができるのか？あ、1つは生命保険の加入2つ目には役員退職金の支給3つに3つ目は、その不良債権等の処分などがあるかと思います。まあ、そういった手法を用いてその？ 価格の引き下げといいううようなことを図っていただければなと思います3つ目特定の評価会社への被害と特定の評価会社とは何ぞやっていうふうなことなんですけれども批准要素の1の会社もしくは不動産株式等の特定の資産を多く所有するしている会社またはの間接。 開業後3年未満の会社、休業生産中の会社っていうふうなこととなっております。こういったあの特定の評価会社に当たらないような方策を取っていただければなと思います。で、次にその法人に対する貸付金の解消っていうふうなことで、そのオーナーの方から。 法人への債務免除もしくは DES デッドエクライクトスワップまあ債務を株式に振り替え資本金とする方式ですけれどもまあこういったものを使って貸付金の解消を図っていただければなと思います。ただ貸付金の解消においては法人においてはその免除益を計上しなきゃいけないというふうなこともありますし そのオーナー以外ですねオーナーその貸付金があるオーナー以外の株主においては贈与のリスク贈与税のリスクっていうふうなこともありますのでまあそういったことも検討しながらその解消っていうふうなことの貸付金の解消っていうふうなことも図っていただければなと思います。最後後に相相相続続続開始これは人人ののの方方ですね相続人の方がその 相続した自己株式について、えー、取得するっていうふうなことによってみ、えーまあ、なし配当の不適用とお措置法の9条の7っていうふうなも適用できるかと思いますので、まあそ,えー、そういった形での実社株式評価額の引き下げっていうふうなものを図っていただければなと思います。で次に 不動産の複数所有者の方についてなんですけどもやはりこれも。 エンディングノート等からですね、まあまずは財産等の洗い出しっていうふうなのを測っていただければなと思います。で、それを踏まえた上で遺言書の作成というふうな形に移行していただければなと思います。その洗い出しについては不動産の現状収支状況の把握ですね。えー、まああのその 対象者でないないいとわから不動産先祖代々から引き継がれているけれども子や孫さんでは例えばもともとの実家が地方にあるとそこにどういった不動産があるかっていうのはわからないというような方も多いかと思いますのでそういったものを、まあ、あのエンディングノートなんかに書いて頂い,いておればそれを洗い出しすることが可能かなと思います。収支状状況況賃貸不動産ななんんかかを複数抱えておらられましたらばその状況なんかもぜひ エンディングノートなんかにも書いていただいてそれで把握していただければなと思いますで、次に共有不動産への対応ちょっとまた後ほど説明させていただきます最後3つ目に納税資金の確保って挙げています 私ども相続税専門の税理士事務所において不動産,っていう不動産の活用というふうなのは相続税の節税対策としてはかなり有効であるとでそのお客様の中に相続人の中には実は非相続人ほとんど財産不動産だと、まあ、それは相続税の節税対策としては有効ではあるんですけども納税資金がないんですよと。 預貯金有価証券なんかがほとんどなくて財産ほとんどが不動産だっていう方もまあまあ見受けられますその場合どうしても相続開始後から相続税の申告までの間に納税するまでの間に不動産を売却しなきゃいけない 場合によっちゃ買い叩かれるっていうふうなケースも見受けられますのでできればその不動産複数持っておられる方でも相続税の納税資金は別途確保していただければなっていうふうに考えます。はい、で相続税対策の立案として一つ目共有不動産の解消っていうふうなことなんですが共有不動産っていうふうなのは相続人にとってみれば扱いにくいです。 えー、なぜ扱いにくいのかっていうふうなのはそ,のおそれを例えば賃貸した場合にはその共有者とお合意しなきゃいけないもしくは売却する場合においてもやはり共有者の合意が必要だと。 いいいうふうなこととがあるので扱いにくいとじゃあ常にもう共有不動産をお持ちであればできればまあこの2つの方法土地の分泌もしくは持ち分の譲渡ですねによって共有状態を解消していただきさらには遺言においてはあその共有状態を作り出すような遺言を遺産分割は避けていただければなというふうに考えています。 でえー、次にその小規模宅地等の特例についてなんですが、えー、相続税の申告書を作成する際にんーもうちょっとその財産んなんかについてそのご家族の方とお話ししていただければあ小規模宅地をさらに有利に適用することができ,るのできたのにという,ふうな事例は多いです。 一、えーまあ、つ目推定相続人との同居小規模宅地等の特例の対象者に同居親族いいう,ふうなものが入っています、えー、その同居親族の方に財産を引き継がれる場合にはあ、まあえー、その非相続人が住んでおられたようなあ建物の宅地において、えーまあ、小規模宅地等の特例80%減額というのが適用できます。でですので、えーまあうん できるだけ、えー、まあ、あの同居状態を続けていただければなっていうふうに思っているところもあります。で、2つ目老人ホーム入居した場合の予定変更。まあ今、今老人ホームに入居した後にお亡くなりになる方が多いです、えー、老人ホームに入居してもうそれまで住んでおられた。あ。屋敷家屋敷については、その土地においては？あ 小規模宅地等の特例制度が適用できます、えー、ただ、えー、と用途変更してしまった場合において、えー、例えばあおじいちゃんおばあちゃんが住んでいていた家についておじいちゃんおばあちゃんとも老人ホームに入っちゃったじゃあその家を、えー、取り壊して、えーまあ、ちょっと長男世帯がそこに引っ越して移り住むかっていうふうなことになると使えなく小規模宅地等の特例制度が使えなくなります。うじゃあ,あのその そのまましておくのもったいないっていうふうなことであれば例えばそれを賃貸されるというふうなことであれば貸し付け事業宅地として小規模宅地等の特例を使うこともできますまあ、そういった場合用途変更どういうふうなものに用途変更すればより相続税に有利なのかっていうふうなことも考えていただければなと思いますで次青空駐車場への構築物施工 ですね、あの青空駐車場いわゆる まあ地べたにそのまま月決め駐車場として返していた場合それは小規模宅地等の特例適用できませんアスファルト敷期にしているもしくは砂利引きでその砂利を常時ですねその砂利があるような状態にしていただくとまあ構築物に当たるっていうようなことなんですけどもそういった状態に管理していただくことも大事かなと思われます。最後優先順位の確認とということなんですけれども えー、小規模宅地等の特例制度より地価が地土地の値段が高い地域ほど有利に働きます。かつまあ 住んでおられるところ特定事業特定事業宅地それ事業されているところですね、えー、特定居住用宅地とか特定事業宅地は8割減額できます貸付事業宅地は5割減額できますまあ貸付事業宅地などでは200平米、えー、自宅であれば330平米とかっていうふうな面積基準もあるのでまあそのあたりも考慮しながら優先順位なんかの確認をしていただければな。でそれを踏まえた上で 遺言書で誰,をあ誰に何を相続させるかというふうなことを検討していただければなと思います。 で三、えー、つ目、えー、不動産の生前贈与なんですけれども贈与税の中に一つ配偶贈与税の配偶者控除まあ二十年間連れ添った配偶者に対して居宅を贈与した場合は非課税となりますよというふうな制度がありますまあこの活用というふうなことも考えていただいてもいいのかなと思いますただ えこの、与税の配偶者控除を適用された場合、まあ、名義は当然、配偶者に移るわけなんですが、配偶者が先になくなってしまえば、なんだ、相続財産において有利っていうふうなことに関係ないですしまた、あの、贈与された方、 がですね亡くなった場合においてはその名義はもう配偶者になっているのでそこに住んでおられても小規模宅地等の特例特定居住用宅地は適用できないというふうなあたりも留意していただければなと思いますで、えー、2つ目に相続時生産課税制度の適用というふうなことを挙げています はい。あの、これから先、これは、あの、お子さんなんかで、もしくはお孫さんなんかで考えていただければ結構かと思います。東京都心の地下は、もしくはマンション、年々上昇しています。中古マンションでも年々上昇している地域があります。えー、まあ、すなわち、相続時生産課税制度を使っていただければ、その増与した時の評価額、 でもって税額を計算すると相続開始時じゃなくて増与時の価格で評価することとなっているのでこれから先値上がりが見込まれるような地域の不動産マンションなんかにおいては生産課税制度を適用するっていうふうなことも考えていただいてもいいのかなと思います。 で最後にあのそのの他で名寄町の活用というふうなことを挙げています、えー、まあこれは相続開始後においてえ先ほどちょっとエンディングノートなんかでえまあ把握してねって話をしましたけれどもエンディングノートにも書かれてないような地方の不動産をどうもお亡くなりになった方が持っていたとでもどこを持ってたか分かんないっていうふうな場合にはその地方の市区町村の 役場で内部帳っというふうなのを取得していただければその方がどこにどんなけの土地を持ってたかというふうなことが把握できるので、まあ、それれも活用していいただければなと思います、はいえー、次に金融資産の所有者についてなんですけれども。<coughs> あの財産金融資産さまざまな金融資産があるかと思いますまずはエンディングノートで把握するっていうふうなことが一つの手かなと思います。えー、昨今、えー、金融機関、えーまあ、銀行においても 通帳自体が発行されないものも多いです、まあ、ネットバンクなんかまさにそうですよねなので通帳からのの把握いいうのが難しくなってきてきます、まあ、そういう意味でのエンディングノートっていうふうなことなんですがさらにはそのデジタル財産2つ目なんですけどもデジタル財産ってなってしまいますと今のネットバンクもそうですネット証券もそうです暗号資産仮想通貨ですねなんかもそうです。 えー、紙媒体でのの記録いいうふななものがでです、まあ、できるだけそういうふうなものについてはエンディングノートに書いてねっていうふうなをお願いしておきたいところでもありますいざそういうふうなあのエンディングノート何回の記録もなければあいざ相続が発生した場合スマホを開けることもできないもしくはパソコンでも、まあ、鍵がかかっている状態であると。 中が見れなないいというようなことううこもあるので、えー、まあ何らかの紙の形で把握できるようにご指導していただければなと思っています。で、えー、3つ目に生命保険の契約内容等の確認なんですけれども誰が契約者誰がお金を出しているのか受け取り人は誰なのかっていうふうなのを今一度整理していただければなと。 その契約者支払い者受取人ですねによって制度が税制が変わっています。まあそのあたりも把握した上で、まあ、あの生命保険においては遺言書に記載する必要はないんですけれども おまあ遺言書において受け取人を変更することも可能ですのでまあそういった観点で把握していただければなと思います。で次に相続税対策の立案としましてはまさにそういった把握を踏まえた上でまあ遺言書に書く前に、えー、生前贈与歴年贈与 相続時生産課税増与の活用っていうのを今一度考えていただければな。さらには、教育資金増与とか、生命保険の活用。先ほどの死亡退職金のところでもお話ししました。生命保険も500万円かける法定相続人の数は非課税とされています。相続税の申告書で私たちが扱うもので半分も その非課税額を満額適用されていません。当然財産はあ相続税の申告相続税額が出る方でもやはり生命保険の非課税額を適用されてない方が多い状況にあります。えー、まあ遺言書を書く前にこのあたりももう一度ご指導いただければなと思います。はい。はい、では続きましてゼロ二番相続税対策の遺言書の。 への反映と遺言書作成の留意点についてお話しさせていただきます相続税対策の遺言書への反映としてはまず税理士として遺言書案の提案・助言は税法に関する部分に限定されています まあ、あの、そのあたりご留意いただければなと。またこの後、山田先生の方からお話もさせていただきます。まあ、その上で、じゃあ税理士は何をしていくのかっていうふうなことで、このステップ1からステップ5まで順番に上げております。まず、エンディングノート等からの現状把握。 次にタックスプランニング先ほど申し上げました生前贈与生命保険の活用不動産の活用ですね。で次に、えー、生前対策の実際の実施ですね。えー、4つ目としてはじゃあそれを踏まえたところでの遺言書案の助言あ提言助言作成ですねあくまで案です。はい、で最後に、えー、適時の遺言書の見直しこれはもう実際遺言書 作成し終わった後でも適時その見直しをしていただければなというふうに思いますでは続きまして遺言書への拝のところの2番3番以降においては山田先生の方から説明させていただきますはい、えー まず遺言書ですねあのないどういう内容を作成するかについて、まあ、あのよくごあの税金の点も含めてよくご相談いただきます。でそれで大体いいこのような内容にしたいこういう目的にしたいということが、えー、遺言される方において、えー、定まってまいります。で定ままった内容これれれを文書にきれいにきいい落とさなければいけばせんでそれを落としたものが遺言書ということになります。 もちろん先ほど申し上げたとおり形式的なあの形式融合書作成,での上の作成の上での形式面という問題がありますのでそれについてはまた後ほど少し解説いたしますけれどもとにかくまず融合、えー、書の作成にあたってはその目的に従ってその目的が実現できるように誤解を招かない文言を選択して作成していただきたいと思います。 で遺言についてはですね、まあ、一応法律上ですね遺言事項ということでですねで遺言で書けることが決まっています。典型的には相続文の指定であったり三分割方法の指定あるいはあの特定財産承継遺言昔,あの昔というか今でも申しますけど相続させる遺言とかですねあとはあの遺贈。 遺贈も特定遺贈包括遺贈あるいは遺言執行者の指定などがありますけども、えっと、そういうふうなあの法律上定まった事項以外は本来的には書いたところで法的効力はありませんでなんですが、まあ、あの遺言者、えっと、お父さんお母さんがですねこういうふうな、えっと、意思だったんだっていうことが分かることでですね子もの間で紛争を解決することも あのできる可能性はありますので、えー、こういう遺言をした理由を説明してですね、であのこういうどのようにして欲しいのかという思いを書くということも一つの手であるとは思います。まあ,あの法的効力がないんで、まあ,あのあくまで頑固に争うあのお子さんがいらっしゃったりするとまあ,あのなかなか解決しないこともあるんですけども、えー、そういうことも考慮されながら、えー、作成していただければと思います。 えー、次にですね、遺言書作成の留意点についてご説明申し上げます。えっ、ー、とまず実質消消遺言ですね。えっ、ー、と法律これも実質消消遺言の形式にめめ点面につきましては全、えー、文を辞書してですね、で日付を書いて、えー、署名を誤印するということが必要となっています。で、まあ、例外的にですね、目録に関してはですね、先ほど申し上げた通りパソコンなどで作成した目録を、えー、添付してですね、えー、そこの前後にえっと署名えっと えー、毎上に、えー、署名を <laughs> 応,応印すれば、えーと遺言えー、目録も遺言の実質証書遺言の一部として有効に作成することができます。なんですけどもそういう形式を外れると無効になりますので形式を遵守するということは極めて重要になります。 で過剰訂正に関してもやはり形式を遵守する必要がありそのあの過剰訂正の形式を遵守するそういうことを考え始めると、まあ、場合によっては一から書いていただいた方が手間がかからないあるいは有効性についても問題が起きないという可能性もありますのでその辺りのバランスを考えながら、まあ、遺言の長さにもよるんだとは思うんですけども作成していただければと思います。 で実質証書遺言2番目の心配,としては心配事としてはですねそうなるとですねあのせっかく遺言を作ったのにですね、えー、そのとおりの法律的効果を発生させることができないというようなことが起きる恐れがありますのでこれを回避するということがまあ,あの括弧読んであの記載させていただいている実質証書遺言書の保管制度ということになります。 実質証書遺言書保管制度では、えー、法務局じゃあの実質証書遺言の保管場所っていうのは法務局になるんですけれども法務局で保管していただけますので引、えー、得や改ざんの恐れもありませんし、えー、遺言者の方がですね事前にあの法務局でちゃんと申請しておけばですね亡くなったときには、えー、通知していただけるというような制度があります、えー、少し戻りまして三番の権認が必要というところなんですけれども実質証書遺言 証書遺言が見つかったりあるいは保管したりしていた方についてはこれを家庭裁判所で兼任、まあ、したかどうかであの遺言書の効力は変わらないんですけどもこの手続きが必要である理由というのはです、ね、遺言がどういう状態で発見されているのかということをその時点で確定してです、ね、その後の改ざん等の恐れを回避するというための制度となっています。 ですので、通常金融機関等の手続きをする場合には兼任証書がついていないと手続きをさせていただけないということになっていると思います。もう一つよく使われる遺言が公正証書遺言ですね。公正証書遺言あのむしろまあこちらの方が一般的には弁護士はお勧めするという形でお勧めさせていただいています。 交渉人役場でですね交渉人の方がですね作成するという形になりますので紛失や隠匿改ざんの恐れがないありませんし兼任も必要ありません。 で交渉人の方はですね法律の専門家大体裁判官辞められた方とか検察官辞められた方とかあとは法務局のプロパーの方もいらっしゃったりするんですけども、まあ、あのそういう専門家の方が作成されますので、まあ、あの基本的にはそういう問題のあるような内容にはならないように一定の配慮をしながらですね助言を助言して作っていただけますので問題が起きることが少ない。 えー、ということでですね公正証書遺言を、えー、とおすすめするんですけどただ問題は、まあえー、と作成するのに時間と費用がかかってですねそういうところで、えー、実質証書遺言であればその場でさらさらと作れば済むものが公正証書遺言だったら何日もかかるあるいは何週間もかかるというような問題が生じることがあります。よいしょ次はですね遺言書作成の留意点ということでですね、えー、と簡単に書かせていただきました。 えとまず一つ目が、えー、と重要なことの一つは遺言能力って言うんですけども、えー、と遺言も法律行為ですんで、えー、法律行為を行うだけの判断能力が必要です。 それが先ほどの認知症の問題などと絡んでくるんですけども、えー、認知症にかかってたんじゃなかろうかあるいは認知症の認知症の恐れがあるあの明確には診断されてないけどもそういう気配があったといってですね遺言作成あの亡くなった後にあの時の遺言は有効だったのか無効だったのかという争いが生じることがまあまああります。 例えばあの何か認知症でかあのお医者さんにかかられていたとかですいうのであ,のある程度そういう症状が客観的に判断できるような事情がないと、まあ、一般的に争うのはなかなか難しいんですけども、まあ、不満ののあるる相続人の方はやははやりそこにここにににだわって、えー、訴訟になることは非常に多いです2つ目は共同遺言の禁止、まあ、あまり例はないんですけども、えー、夫婦で仲がいいからといって遺言っていうのは2人で作っちゃだめですよということになります。えーそ 中途半端に2人で作るとどの部分が誰なのかとかですね効力はどうなるのかとかいうややこしい問題が起きかねませんのでそもそもそういうことはやっちゃいかんということになっています。で3つ目がですね撤回の自由というのがありまして遺言というのは遺言する方のですね最終の意思決定をですね重,あの重視するというか、まあ、尊重するということになっておりますので、えー、何回作り直しても構わないということになっています。ですので、えっと、遺言を作るとですねあのー なんかもうそれで拘束されて今後は直せないんじゃないかというような恐れっていうのを抱く方もいらっしゃるんですけどもそういう恐れは全くありません。ですので、えー、と,りえとりあえずと言うとったらちょっと語弊があるのかもしれませんけどもあのその時点で正しいと思うものを作っていただいてその後の事情変更で変えたくなればもちろん変えていただいても構いませんのでそういう形で作っていただければと思います。 で4つ目の遺言事項先ほど申し上げましたところと重なるのであの簡単に端折りますけども遺言は法律的効力を持つ、えー、という法律上定められたで遺言できる事項先ほど申し上げた相続文の指定とかですね、えー、と遺贈であったりあるいは、えー、特定財産承継遺言そういうところ以外のところっていうのは、えー、と本体的には法的効力がありませんのでその点はご留意ください。 ただまあえっと遺産に関する事項というのは基本的には遺言事項に入っている場合がほとんどというか入ってない場合というのはなかなか想定し難いというべきなんでしょうけどもえっと入っておりますのでえっと財産を処分するという意味ではあの遺言に書いていただければほぼ問題ないかと思います。5つ目内容の特定性これがあの弁護士的にはあの極めて重要でですねえっと書いてある先ほどから繰り返し申し上げていることであ,のあれなんですけども 何が書いてあるのかどういう意味なのかっていうのが一義的に誰が見ても,もうあの文句が出ないように書いてもらいたいこれは極めて重要です。えー、っと時々「任せる」とかですね「あ任せる」ってどういう意味なんだとかいうような問題が「あの任せる」という用語を使った遺言っていうのが裁判例なんかではポロポロであるんですけども「任せる」ってどういう意味なのか「あげる」という意味なのか「管理してくれ」という意味なのかそういうことでですね争いになります。 でそういうまあ、結果的にはどう,あのどういう結論になるのにせよそういうことで争いになること自体がコストでありあの相続人にとって非常に今後の人間関係にも影響しますのでそういうような問題が起きないようにあのはっきりと自分の意思を実現する内容を書いていただきたいということが注意点となります。で6つ目これもあの、えーと ある意味類似する側面もあるんですけども想定外の事態へのあ想定外の事態への想定というべきですかね、えっと、要するに将来予測とということになります先ほど申し上げました通り遺言とおりななですのでなくあの現在遺言を作る段階で、まあ、こうなるんだろうなと普通に想像している内容となくなった時点での,あの結果っていうのは違っている場合があります。 それがまあ、亡くなった順序通りに、あのえー、と想定した通りに、年齢の順になくなるのかどうかっていうのが典型的な問題の一つなんですけども、そういうことを十分想定しないで作成されると、えー、この遺言の内容、効力はどうなるのか、えー、そこの意味はどうなるのかっていうような争いが生じる事例がありますので、えー、ご注意いただければと思います。よいしょ。 でその次は遺言執行者の用費ですね、えっと。遺言執行者、えっと、いた方が便利な場合とい,ない,あのいらっしゃらなくても済むこともいろいろありまして、えっと、一般的には特定財産承継遺言の場合にはです、ね、財産をそのまま承継するということになってますので遺言執行者がいなくても金融機関に行ってです、ね、預金を払い戻したりですねあるいはあの登記することができます。そういう観点から見ると必ずしも遺言執行者がいなければならないパターンというのは多くはありません。 ですので、えっ、ー、と、あえて定めるか定めないかっていうのはよくお考えになって、えっ、ー、と、作成あの、決めていただければと思います。で、えっ、ー、と、8つ目ですね、相続登記の必要性。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、 そ,あのそもそもです、ねえっと、今まであの、えっと、相続が発生した後ですね登記っていうのは必要がなかったんですけどもというか必要なかったというかしなくても制裁はなかったんですけども、えー、法改正によってですね基本的には相続,開始相続によって財産を承継してから3年以内に登記をすることが義務化されております。 これは結局そうしい、そういう義務化しないとですね、陶器がほったらかしになりまして、誰の財産なのかわからない土地とかがゴロゴロしてきたというような問題がありまして、そういう制度が定められました。ですので、この点についても、あの、えー ご留意くださいといとうかですねあの遺,言し遺言で誰に相続させるということをはっきり書いておい,ていただければその相続人が登記するのは容易なんですけども身分あの遺言がなくあるいはあの遺,言書の遺言の範囲に含まれない土地などがありますと遺産分割の必要が出てきますのでそうなると、えー、争い事になっていてそのうちに相続逃避がされないまま時間が経ってしまうなんてことも起きえます。 ので、えー、そういうことも考慮して遺言書を作成していただければと思います。ここのつ目が遺留分についての配慮ですね。えー、と遺留分、えー、と先ほどこれも最初の方で申し上げましたけど、相続人の中にはですね、必ず遺言で一定の割合の財産を取得できる立場の相続人、お子さんとか配偶者とかですね、あのおります。 そういうい遺分にですね配慮しないで,ですねえっと遺言を作成してしまうとまあ遺言自体としては有効なんですけどもえ後々遺留分侵害額請求訴訟といってですねそうするとまあそれ自体がまた紛争のコストとなりますのでその点もご留意した上でえっと遺言書を作成するべきであろうと考えております。 で10番目がこれは河井先生から少しお話もありましたけれども相続人にとってですね相続を開始した後にですね、えー、専門家に依頼するあるいは税金を支払うそういうような現金需要がございますのでそういうことも現金需要にもきちんと配慮した上で作成すべきです。あと11番目。 これもあのなかなか問題なんですけども、相続人の意向と合致した遺言書が作成されているのかどうかということになります。まあ、遺言はあの被相続人えっ、ー、と遺言者が作成するものですんで、自分の好きなように書けばいいんですけども。も、えー、遺言者が作成した内容が相続人の意向と合致していない場合にはですね。かえってあの相続人として困ってしまうという場合が存在します。ですので、まあ。 えとこれも将来予測の範囲という問題もあるのだとは思いますけども相続人にとって困らないか相続人があの、えー、とこの遺言を喜んで受け入れることができるのかあるいはかえってみんなで揉め事になって困るのかそういうことも考えながら作成していただくのがよろしいかと思います。で12番目配偶者居住権ですね配偶者居住権これ新しくできた制度で配偶者が、えー、自宅に住み続けられるようにする制度なんですけどもまああの 配偶者が取得する財産の一種としてご考慮くださいという程度ですので、えっと、これ以上という点はまた割愛させていただきます。で13番目が特定財産承継遺言と特定遺贈ということなんですけども、えっと、今までですね、えっと、特定の財産を承継させる場合には特定財産承継遺言相続させる遺言が有効であるということで、えっと、よく使われてきました。その際特特定定財産遺遺言と特定遺というのはです、ね 基本的には特定の財産を取得さ、相続に取得させるという側面においては、基本的には同じような効果を持っているんですけども、税金の面とかですね、登記手続きの面などで、えっと、特定財産承継遺言の方が有効であるというふうに言われておりました。 えなんですけども最近はその隙間もだいぶ埋められておりますので場合によっては特定位相の方が良いのではないかと思われる事例もありますのでこの辺は法改正にもですね配慮していただいた上どういう用語を選ぶのが良いのかということはご検討いいただければと思いますはいでは次続きまして遺言書によらない3分割について説明させていただきます。 遺言書の話を続けてきたんですけれども遺言書によらない遺産分割できるのっていうふうなんですができますただいろいろとその要件っていうふうなのもありますのでまあそれも含めてお話しさせていただきます。じゃあまず最初になぜ遺言があるのに遺産分割協議に切り替えるのか。 というふななことなんですが私どもの事務所で遺言がある相続税の申告っていうのはまあ約1割なんですけれどもその半分程度半数ぐらいがその遺言書に言わなくて改めて遺産分割協議っていうふうなのを開きそれに基づいた申告相続税申告を行っています。理由としましては一つ目相続税負担を考えていない。 先ほどお話しさせていただきました小規模宅地の特例の適用を考慮していないと同居の方に対してその財産を不動産を相続しないっていうふうな遺言を書かれているケースなんかもあります。で遺言書によれば相続税負担が大きくなっちゃうというふうなことがあります。 二つ目、二次相続を考慮していない。これよくあるんですが、遺言書で全ての財産は配偶者に相続するというふうなものがあります。確かにそれはご主人であれば奥さん思いっていうふうなところもあるんでしょうけれども、お子さんにとってみれば、じゃあそのお母さん がなくなった二次相続の際にお母さんもお父さんとは別途財産があればその相続税負担がより大きくなってしまうと一次相続の際にすべてお母さんじゃなくて子供もたちにも遺産を分割しておれば一次二次を含めた相続税負担が少なくて済むっていうふうなことがよくあります えまあ、それが考慮されてない遺言というふうなこともあります。三つ目、遺言作成時と相続開始時で財産額が変動。まあ、あの、数十年前に遺言書は作った。 でまあ、その後財産の活用をし例えばどこどこ銀行の何々支店に1億あったはずなんだけれどもいざ蓋を開けてみればほとんどそこの預金口座にはお金は残っていない他の有価証券に化けていたと遺言書ではその有価証券においては違う不相続人が相続することになっているというようなこともあります。えー、最後 相続人の意向に反するです、ね、先ほど山田先生の方からお話もありました不動産を複数所有されていた場合なんかで例えば東京のマンションは長男で大阪のマンションは長女とかっていうふうに遺言書に書いていてもいやいやその別逆の方が子どもたちを喜んだっていうふうなこともあるので、まあ、そういったこの4つ大きく4つ分けたんですけれども、まあ、これ以外もあるかと思います。 ますが、遺言書によらずに遺産分割協議を別途開きたいっていうふうなことがあります。はい、ではその遺産分割協議によることができるかどうかにつきまして山田先生の方からお話しさせていただきます。 はいえー、と遺言書によらない遺産分割についてはですね、えー、と基本的には可能なんですけどもどういう場面でどういう根拠でできるのかっていうのは必ずしも十分解明されていないような部分がありますのでご注意ください、えー、今のところですねまずですね、えー、と財産を承継される方が相続人のみである場合の遺言ですね、えー、と要するに第三者が遺贈を受けたり包括遺贈を受けたりしていないパターンであればですね次の3つの要件を満たす場合には可能というふうに返されています。 まずですね、遺言で遺産分割を禁止していない、えー、と遺言で遺産分割を禁止するということができますのでそういう禁止が入っていないというのが一つ目の要件です。でつ目がですね相続人全員がちゃんと同意することです。相続人全員で遺産こういう新たな遺産分割をしますということが合意できますということが必要です。 さらにです、ね、3つ目で,です、ね、遺言執行者が指定されている場合なんですけども遺言執行者も遺,産分割あの遺言によらないで遺産分割協議によって遺産分割をすることに同意していることが必要になります。これはです、ね、遺言執行者がですねの職務というのが結局遺言の内容を実現するということになりますので遺言執行者にとっては遺言と異なる遺産分割協議というのは自分の職務と本来的には反するということになります。 そうすると遺言執行者としてはどういう場合に同意するのかという問題があるんですけれども究極的には遺言執行者から見て遺言者がこれを許容するであろうなと思う場合には同意するというふうに言われています。ですので遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者の同意が必要と返されています。 ただまああの裁判例の中にはあんまり例外的な話してもしょうがないのかもしれないんですけども遺言執行者の意思に反して遺産分割協議をした場合にも有効と認めた裁判例もあるんですけどもその場合にはまたその法律構成が何なのかというあたりで税金上の問題が生じる恐れがありますので可能な限り遺言執行者の同意を得るようにしていただくのがよろしいかと思います。 で次がですね相続人以外の従事者がいる場合というのはこれがまああのなかなか難しいというか頭の痛い話でございまして、えっと、まず一つ目ですね遺、えっと、像の種類がですね遺像,像,、えっと、像には特定遺像という特定の財産を承継させる特定あのものと包括遺像と申しまして、えっと、相続人と同等の地位を与える遺贈、えー、がございます。 で、何が困りますか？困るのかというとですね。まず、あのえっと特定依存はですね。えっと、いつでも放棄することができる。えっと従事者の側の判断で放棄することができると解されています。ですので、えっと従事者がですね。その特定依存を放棄したしてくださればですね。そのえっと特定依存の目的であった。財産というのは単なる。相続財産。 で行き先が決まっていないという意味においては未分割の相続財産ということになりますので相続人が遺産分割をすすれば足りりるとということになります問題は包括遺贈の方でして包括遺贈については相続人と同等の地位を与えるということになっていますので包括遺贈を放棄するという場合には いわゆる相続放棄相続人がです、ね、相続財産を取得しないというためにですねあの行う3か月以内に、えー、と裁判所で、えーとえー、放棄の真実として行う相続放棄の法的手続きが必要であるというふうに返されています。ですので、えーとえー、その従事者がですね包括遺贈を放棄していただければ当然ながらそれは未分割の状態にまた戻りますので、えー、と相続人が、えー、遺産分割協議を行えば足りるということになります。 なんです例えば全部包括移動で,です、ね、特定の財産、えー、ここの土地だけはあのじゃあ相続人に渡しますよとかですねこの銀行預金については、えー、相続人に渡しますよという場合に遺産分割協あ遺言書によらない遺産分割協議ができるのかできないのかについては、えー、確たる判 文献等があるわけではないのであまりあの断言ができないんですけども一応えっと最高裁においては全部包括遺像というのは特定遺像の束なんだ要するに特定遺像をえっと全部書くこの,この財産とこの財産とこの財産とこの財産を特定の人に遺像しますということを書くことを省略しただけなんだというふうに返しているというものがありますので。 その,裁判あその判例の言い方に従うのであれば特定の特定包括依存の一部,を一部であるところの特定依存を放棄してその部分を相続人には遺産分割協議を行うということも可能ではないのであろうか可能であろうというふうには考えてはいるんですけども申し訳ありませんがこれはあまり断言できない話ですので責任を持った発言ではないということでご理解ください。 で4つ目がですね遺産分割協議を行った場合の課税関係なんですけども、えー、遺産分割協議を行った場合、えー、ですねふ、えー、と申告期限前にです、ね、相続人が全員の同意に基づいてです、ね、遺産分割協議を行った場合には通常、えー、と何も何相続税が課税されるという限度であって、えー、と新たな課税があるわけではないというふうに返、えー、されていると思います。 なんですけども先ほどちらっと申し上げましたけど、えー、と遺言執行者がいる場合にですね、えー、と遺言執行者の同意のないまま、えー、と遺産分割協議を行ってしまうと、えー、実際には、えー、遺言に基づいて効力が発生した遺産の配分をですねその後の交換や贈与で調整したのではないかというふうに取る余地が出てくるというかあの裁判所はそういう法律構成も可能であるという前提で、えー、とそう遺言執行者の同意のない場合の えと遺産分割協議を認めている裁判例がありましてそれによってしまうと場合によっては余分な税金ががかかるる可能性があるのでは最後に遺産分割協議に切り替えないための対策についてお話しさせていただきます。えー 大きく五つに分けています。一つ目、関係者の把握意向確認。あの遺言を実際に書いていただく方以外の関係者ですね。まあご家族の方の把握なり、その方の意向を確認していただければな。まあその方々のできれば意向にも沿った遺言書を書いていただければなと思います。次二つ目、適時の遺言書の見直し。まあ遺言書に書いていただいた財産の額の変動というのもあるかと思いますので。 その見直しもしもていいただければなと思います3つ目遺留分の考慮遺言書を書いていただいたにもかかわらず遺留分進化学請求が起きないようにしていただければな4つ目納税資金の準備ですね。はい 5つ目相続税負担特例制度適用への考慮、まあ、先ほど小規模宅地等の特例などのお話もさせていただきました、まあ、そういったところまさにここは税理士目線で相続税負担などを考慮した上で遺言書を書いていただくことによって遺産分割協議に持っていかないようにしていただければなと思います。 以上お話しさせていただきました全体を通したところで山田先生の方からコメントをお願いできればと思います。はい、えーっとえー 私の申し上げたいことは大体もう既に申し上げているんですけども、えっと、基本的には税理士さんとの間でですね、えっと、これどういう遺言の目的どういう遺言によってどういう内容を実現したいのかその目的は何なのかっていうことをよく確認していただきその上でその遺言の内容をですね実現するにはどういう言葉遣い文言を選ぶのかあるいは手続きとして公正証書遺言がいいのか実質証書遺言がいいのかその実質証書遺言であればどういう保管制度を利用するのかしないのか。 そういういいことをお考えいただければと思いますその際にですね弁護士の方にですね必要に応じてご相談いただければですねこの文言だと、まあ、確定あのもしかしたら争いになるかもしれませんよとかですねもう少しあの将来こういう場合のことも想定してこういう条項を入れたらどうですかなんてあの、えー、アドバイスをできる場合もあるかと思いますので適宜、えー、ご相談いただければ、えー、と税理士さんと共同してより良い遺言が作れるのではないかと思います。 ありがとうございます。以上で遺言者作成のための税理士と弁護士等のスムーズな連携方法についてお話を終了させていただきたいかと思います。ありがとうございました。